この時肘がちゃんと伸びきるまで上げてください。まずは、こちらのベンチに膝と手をつきます。でこの時に上半身の角度が平行から、まあ、ちょっと体が浮いたぐらいですね、平行から30度ぐらいになるようにします。で肘を後ろに引いて、だいたいこの腕の角度が地面と平行ぐらいになるようにしてください。で肘を固定して、肘から先のこのダンベルが円を描くように後ろに上げていきます。この時肘がちゃんと伸びきるまで上げてください。で肘を固定したまま、また円運動を意識して下ろしていきます。この時に肘がこう下がってしまうと効果があんまりなくなってしまいますので、肘をしっかりと上に持ってきた、この状態で動作を行うようにします。はい、これは10回から15回を2セットから3セットやるようにしましょう。でこの状態で視線はまっすぐ、このまましゃがんでいきます。平行になるくらいまでしゃがんでおきます。最後までご覧いただきありがとうございました。ご覧いただいた方、ぜひ、チャンネル登録と、高評価よろしくお願いいたします。